ラブラブフォトメロディーズ、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、まあ警備というか警護というかを開始することになったというところからですね。警備体制については了解した。国連軍が駐留しているだけに、もともと大規模攻撃は想定しにくかったが、特殊部隊の吸収などゲリラ戦への備えは多少の懸念があった。だが、すでに十分な数の保障、機械化歩兵が基地の各所に配されている。まずは合格ラインというところだ。この状況と話の流れであれば、俺がドクターの提案に乗っても何らおかしくはない。気は進まないが、距離を取るにしろ何にしろ、ドクターの意向を尊重しよう。あれね、私は嫌だって言ったんだけどね。機械化歩兵のことが、そのおかげであなたの自由が確保されるんだ。妥協すべきだろう。念のための確認だが、警備部隊の人間の身辺を洗ってるんだな。あ、でもそうか。こんなんなかったから、タケルちゃんが来る前、なのか。もしくは、いや、でもそうか。どっちにしろ来る前か。そこはミスヤシロが見抜くという話だったか。ご心配なく。少なくとも地下10階より下にいる人間は二重三重に確認してあるわ。そうか、分かった。そういうことならむしろ好都合だ。先に行ってほしかったが、まあ仕方ない。どこに行く？一緒に来て。あんたがここに滞在する間の案内役を紹介するわ。分かった。案内役、体のいい監視か。全員揃ったようね。なんか違うぞ、いつもと。これはアイドルって感じだ。めっちゃ照れとるかな。おい、姉ちゃん何も言わなかったの？一体何なんだ。これが日本の価値観による日本の軍隊だというのか。いや、しかしあれはそうだな。それはそう思う。ブラジル？あれは断じて日本ではない。なんでもないから続けて続けて。ひでえ人だよ。この横浜で一体何が起こってるというんだ。案内人と言っていたが、この基地にいる限り軍人あるいは英士のはずだ。しかしあれは国連の C 型軍曹ではない。似て非なるものだ。似て、まあそうか。なんか、あ、そうか。もう薄着は薄着か。仮に100歩譲ってあれが軍服だとしても、一体彼女たちは何をしてるんだ。慰問部隊。国連 VIP を迎えるレセプションで歌でも歌うんだろうか。あれは何だドクター。国連の正規軍曹ではないようだが。この制服は私が開発した A 型軍曹よ。まだ暑いし、こっちの方が涼しいし、生地の量も減ってコストダウンだし、いいことずくめ。いや、服を新調した時点でコストも生地の消費量も増えてはそうだな。賢いわ。ちょっと最初首をかしげたけど、納得しそうになってたけど、そうだわ。新調してるからそうだな。あら、気に入らなかった？私はあんなやぼったいのよりこっちの方が好きだけど。確かに華やかではあるが、ブラジルはさておき、あれはやはりドクター光月が開発したものか。世界で日本が文化的に孤立しているのはもう疑いようがない。だが個人的にはありだ。孤立大いに結構、日本は未来に生きている。これにはレンツも完全に同意だろう。なぜなら C 型軍曹は女性の魅力を引き出しているとは言い難いからだ。なるほど。 C 型軍曹という堅苦しいベースがあるからこそ、華やかなアレンジが引き出し、こうしてじわじわ効いてくるわけだ。どう見てもスカートの時は実用限界を超えているようだが、今舞台のステージショーとしては妥当なラインか。ドクター光月、恐るべき多才。天才と何やらは紙一重。いや、ドクターの場合は軽く振り切っているが、やはりその際は本物。いや、ブラジルはともかく、この A 型軍曹は世界が認めるはずだ。前線の士気も高まるに違いない。そこまで気に入ってくれたのなら嬉しいわ。この形になるまで何度マリモに。ま、そんな話はどうでもいいわね。軍曹に着せたのか。何の話だ、ドクター。この中の一人をあんたの案内役につけるから、誰がいいかって話よ。バカな。ここは本当に国連軍基地か。歓楽街のけしからん店ではない。任務とはそれにふさわしい能力を持った人員を配置するのが、常道。故にこのシステムはけしからん香りがする。個人的にはギリありだが、いくら芋舞台とはいえ、彼女たちも軍属。初対面の見た目のみで選ぶなど、どこかけしからんだけに、なんとなく女性軽視的。いや、レンツは、あいつは女性を冒涜するような行為を許さない。故に選べねえ。言っておくけど、誰も優秀よ。あんたのパートナーは十分に務まるわ。保証する。みんな少しでも私のわがままでわざわざ欧州からやってきたあんたの力になりたいって言ってね。能力的にみんな同じなら、あんたの好みで選んでもらおうってことになったの。そうなのか。俺のためにこれほど多くの女性が。俺は小難しく考えすぎていたのかもしれない。それじゃ、とりあえず自己紹介させましょうか。誰から行く？なんだ、この志願した割に重すぎる空気は。日本の女性をおかゆかしくシャイだと聞いているが、この空気それとは一致されることは認識可能。これではまるで、俺が彼女たちに何かけしからんことを強要しているみたいではないか。では、ここは、あたしから。よ、さすがは隊長。彼女が隊長。私は、特殊任務部隊、A01、通称、バルキリーズの隊長、いすみみちる隊よ。よろしく、オルランディ注意。渡辺久美子のこういう演技初めて見た気がすんな。なんか違うよ、君。ブラジルって書くのやめろ。情熱と冷静の間。いや、不安と自信の狭間とも言うべきか。照れてるより大胆不敵。録画するんじゃない。なんだというのだ、この危うさ。こちらがもどかしくなってくる波動は。100億の昼は、上宿。1000億の、夜は、娼婦、的なとあいつなら言うに違いない。もうあいつを正義してるだけじゃないのかお前。聞こえるぞ。大きさが全てではないという胸からの。いや、でかいだろう。何言わすんだ。何なんだこの話。個人的には合意だ。ドクターの超ドレッドノート級は文字通り手に余る。タイのような従順クラスが最も、使い勝手がいい。使い勝手ってなんだお前。文字通り手が届く。レンとの総合得点もおそらく高め。私のことは、ミチルって呼んでね。ルンルン。じゃあ、もう一回。私のことは、ミチルって呼んでね。ルンルン。面白えなぁ。ミチルン。なんだと。第三環境損傷。あれ、はい、それは。なんか違った。私、やりすぎた？やりすぎっていうかゴチンオルランビー注意。これは分かっている。大丈夫だ、心配はいらない。え、あの程度の気候、あなたの魅力を少しも狂わせはしない。気候感謝する。日本文化の奥深さ、それをあなたに教えられたようだ。ありがとう。なんとなく嬉しいわ。まるでガードの死角からこめかみに叩き込まれたハイキックだ。うわぁ、がっつり聞くな。日本文化と我々キリスト教文化圏の違いはもう見た目以上にそれを違いと見られるのすげえ嫌だな。いすみは早々に脱落ね。脱落ってお前。じゃあ次、鈴宮姉。え、はい。制服の華々しさとは裏腹に物静かで内向的な印象の女性だ。確かに自分から積極的に発言するタイプではなさそうだ。なるほど、重い空気になるのをうなずける。私、鈴宮遥はここにいます。コマンドポストオフィサーを務める中尉なの。シルビオくん、よろしくね。なんかの元ネタあるんだろうなこれ。ここにいますってなんだ。ファフナーしか出てこないんだけど頭に。あんま知らんからな、ギャルゲーとか。後ろでタイが泣いてるのがすごい気になってしまった。おお、切れてます鈴宮注意、切れてます。あなたのこと出会う前からずっと見てたのだから、今日はスパゲッティ記念日。ソースがトマトで美味しいよ。なんだっけ、何記念日だ。サラダかなんだわかんねえ。はあ、大丈夫なのかこの人は。ねえシルビオくん、おまじないしよう。おお、ボディービルの大会じゃねえんだから。まともに受け止めればどこか不安になるが、なぜか気になってしまう女性だ。危なげで保護欲を刺激する反面、真の強さを観察する。個人的にはもう一盛り欲しいところだが、所有者同様つつましい割に、つつましいわ、か？夜空に星が瞬く影で、二人の笑いがこだまする。星から星に離れても、二人がそれを即参上。なんだっけ、なんか、聞いたことある気がするんだけどな。あ、ブライガーだ。ブライガーだ。なんか違うけど。あれだよね。悪の笑いがこだまするだよね。星から星に、泣く人の、なんだっけ。涙するって宇宙の始末。銀河旋風、ブライガー。お呼びとあらば即参上だよね。すごいすごい、やめてよ。そんな風にされたら、恥ずかしいよ。何を今さら、やるわね、はるか。怖い子。これは確実にキープ入ったでしょ。じゃあ次、早瀬。イエス、モン。かなり気の強そうな女性だが。はじめまして、シルビオ中尉。私は、早瀬美月。あなたと同じ中尉なの。奇遇よね。運命を感じちゃうわ。こんないい曲をこんなところで使うんじゃない。切れてます早瀬ちょい、切れてます。あら、ごめんなささい。あなたと会えた嬉しさでついそうそう、ちなみにこれでも体には自信があるのよ。おお、あそこまでやるの。そうか、だができればもう少し離れてもらいたいのだが、確かにいい胸だ。適度に程よい大きさ、弾力。これはもみしだきがい。まあ、もみしだきがいがあるだろう。何の話だ。あいつであれば、すでに手が伸びている。そこに胸があれば、もうのが男の本能だと言って、はばからない奴だ。そんな奴なの？お前、なんか、いいのそれ。なんか、あの世に怒ってない？ただ、押村くんはこの積極性ゆえか、健康美という印象の方が先に立ち、色気が影を潜めているところか。なーに？どうしたのよ、シルビオン。元気がないわね。そうか、何も問題はないはずだから。もう、ほらほら、元気出さないとダメだぞ。3、2、1、はい、ハッスルハッスル。え？ほら、元気出して。元気ですかなんて。あ、静かだと思ったら、別の方が元気になっちゃった。もうどこ見てんの？エッチーン。おじさんのエロネタなんだよな。いやー、早瀬注意。そこで下ネタは。黙っていれば凛として美しいのに、早瀬注意。なんと残念な。お前も言われてたろ。何か。なんでもないわ。じゃあ、次は誰？風間行ってみる？はじめまして、オルランディ中尉。私は風間東子少尉。東子とお呼びになって。ちょっと！切れてます！風間少尉、切れてます！なるほどね。なるほどね。自分たちがそれだけ無理してんのに何普通にやってんなってことか。うん。日本美人とは彼女のことなんだろう。このような女性に会うのは初めてだ。無論、あいつにとってもそうだろう。もしそういう経験があれば、自慢されないわけはないからな。よろしく、風間少尉。少尉は可憐だな。まあ、お上手。いや、大げさなことは言っていない。これは全てを記録しておかねばならない。彼女との応対は実に難問だ。早急に対策を練る必要がある。これまであいつ自身が未経験の出来事に対しては何度も遭遇してきた。俺はその度に思考をフル回転させ、あいつなりの対応というものを編み出し、実践してきた。だがこれは、よもや女性絡みでこのような問題に行き当たるとはな。少尉のようなオリエンタルな魅力を持つ女性と話すのは初めてだ。透明感と人形のようなおしとやかさを、合わせ持ちながら小悪魔のような、微笑で懐に潜り込んでくる。気の利いた言葉を口にできない俺を許してくれ。ただただ可憐としか言いようがない。たとえお世辞でも嬉しいですわ。あは。ちょっと風間、あんたいつも通りじゃない。もっとセクシーに迫りなさいよね。いえいえ、私のできる限りのセクシーで頑張ってみましたわ。このかまととぶって、あんたはるかより黒いわね。みつき、ひどいよ。シルビオ、あんたこれが好みなの？風間がいいわけ？断言はできない。その返答には時間を要する。はぁ？もちろん、風間少尉が可憐だと思っている。言葉に嘘偽りはない。だが俺がそう思うことに意味はない。だから返答は難しい。友よ、お前ならこういう時どうする？俺はどうしたらいい？何なんだ？よくわからないけど。じゃあ、ひとまず次行くわよ。宗方。一旦区切ろうか。疲れてきた。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。